こんにちは、関西編集局競馬部米光です。実を言いますと、その3日開催ということで、なるだけその月曜日とか日曜日の推奨馬にしようと思ったんですが、たまたまその土曜日に、単勝転がしという形で、ぴったりの馬が3頭いますので、それをご紹介したいと思います。まず阪神、すべて阪神なんですけれども、阪神3レースの、ヒューマ、11番ですね。これがまず1頭目、前走は非常にこうパドックで1000万あるいは10億分クラスの好馬体を誇示してましたし、内容もね、強い2着でした。馬っぷり、あるいはそのこの馬の持ってるポテンシャルですか、まず勝てると思います。次、その次のレースの阪神4レースの11番、リアンドファミユなんですけど、これはご存知オルフェーブルの下で、初戦は僅差で負けたんですが、今回は非常にこう素晴らしい動きを見せましてね、コバを寄せ付けなかったということで、多分競馬場のオーロラビジョンなんかにも出ると思うんですけども、文句ない動きでした。これも安いですけれども、これを転がすと次、最後にですね、3投目なんですけれども、これまた4レースの後の昼休みを挟んだ5レースなんですけれども、これは少しつくんですけれども、5レース5番のヤマニンプードレ、これはですね、このクラはダイワレーヌっていう馬がダイワスカーレットの子供で一番人気なんですけれども、この馬を買っていただいたらいかがかなと思いますね。今朝も馬見ましたが、ダイワレーヌに勝るとも劣らないぐらいのバネを持ってますし、多分単勝10倍ぐらいつくと思いますんで、これが3つ転がれば、結構いい小遣いになると思います。久々の出演でちょっと緊張してしまいましたが、ぜひこのサンクラを買ってみてください。よろしくお願いします。